こっちです。これだな。はい。二段手前。二段手前です。はい。重りは完全に外してあります。はい。すみません、カメラマンポジションについたら何かやってみます。うまく飛ぶ、はい、今回うまく飛ぶかどうか分かりませんよ。それだけ言うときます。はい。機体は足を入れても入れなくても足を入れても出てても取り分が変わらない。高いか低いか、そのぐらいで大丈夫です。そのぐらいじゃ困る今ぐらいです。じゃああと1メーター下げてください。はい。奥行きこんなもんでいいな。はい。これでどうや。おい、トヨちゃん変わるぞ。パイロットチェンジ。パイロットチェンジ。チェンジ。無理です。いや、怖がらんと怖がらんでいい。いや、そういうわけじゃなくて、もうビデオ撮ってますんで無理です。ごめんなさい。っていう声まで入ってます。じゃあ向こうから一回、せっかくだからロールをやってみます。左旋回、右旋回、急に結構きつくてもバンク問題ないです。電池しっかりついてる。電池しっかりついてる。落ちない。ちょっと危ういかも。落ちていくところないから大丈夫。ああ、そっか。奥に入ってる。うん、あ、できてる。あ、できるか。浮いてますね。浮いてるじゃん。ダウンいらないから。目いっぱいだね。目いっぱい。目いっぱい。指がグッと。グッですね。できるじゃん。結構。普通に飛んでますね。切れちゃう。全然問題なく。きれいきれい。もう浮いてるっすね。足の位置だね。それで3分です。黒田さん気をつけて。風があるから条件さっきと違うんで、叩き落とし着陸になるかもしれないから。僕を持ってしても。おっちゃ、おっちゃ。あ、やばいよ。上がる。人いるよ。大丈夫大丈夫。加速長く使うからね。はい。ごめん。いえ、大丈夫です。さすが。割れた。さすがですね。やっぱり立つ傾向ある。やっぱりちょっと重心を前。立つ傾向ある。あ、でも足直して重心ちょい前ぐらいでさっきの、いや、あれはもうパワー絞りすぎた。だ胴体の側面系が側面の胴体がこうなって、うん、頭下がるところでこう上から風が叩かれたみたいな感じでうっときたから、それはもう僕がパワー絞りすぎたミスだと思う。こういう風だからですね。そうです。だから配布になったんで、はい、それは僕のミスだと思います。
あの、ええ格好してあのとこで絞らんと、もっとシュッと回してきちゃったら問題ないです。あ、すいません。ありがとうございます。助かったですね。ありがとうございました。ノーズギア。あ、全然問題ないです。結構お前に飛ばさせたろうと思ったのに。取れた。取れましたよ、バッチリ。はい、ありがとうございます。